生贄はそいつだ。生贄はゴッドスライム。そう、ゴッドスライムはリフレクトスライムとリバイバルスライムの融合体よって、それら2体が同時に生贄対象となる。貴様、俺のスライムを生贄に何を。教えてやるぜ。それはオベリスクの最上級能力を発動するためだ。オベリスクの最上級能力だと。ソウルエナジーマックス。ソウルエナジーマックス、神の怒りが起こす奇跡、それがオベリスクの最上級能力。果たしてラーに通用するのか。バカな、攻撃力が無限だと。行くぜマリック、ゴッド&インパクト。おっと、この瞬間に俺のフィールドのモンスター、オーガニアンとグラナドラをラーの生贄に捧げるぜ。ソウルテイカーの発動で上昇したマリックのライフ1000ポイントはラーの攻撃力となり、ラーの攻撃力は1699。さらに生贄となったモンスターの攻撃力をラーが吸収し、ラーの攻撃力は4899ポイント。だがオベリスクの攻撃力が無限大ならラーを倒せるはずだぜ。階級制度。こいつはモンスターの戦闘時、相手モンスターのレベルが自分のモンスターのレベルを上回ってない場合、その攻撃及び効果を無効にできる。ラーとオベリスクは共にレベル10。というわけでオベリスクの特殊攻撃は無効となった。残念だったな。